大学職員の基礎知識。今回は大学組織の基本構造ということでお話をしていきたいと思います。えー、別の動画でですね、大学の制度についてお話をしているところがありますが、まあ、こちらと合わせてご覧をいただければと思います。えー、その大学組織に関する法令、これはその大学の制度のところでですね、少しまご説明をしましたけれども、様々な法令ですね、日本国憲法を筆頭として、学校教育法であるとか、あとまあ設置形態別の え、法令ということで、国立大学法人法であるとか、地方独立共生法人法とか、え、私立学校法とか、まあそういったお話をしてきました。で、えっと、ここにですね、大学組織、こういう組織にしてくださいねという取り決めをしているものがいくつかあります。まずはここをご紹介をしていきたいと思います。大学組織に関する法令として、まず学校教育法ですね。 これ、まあ、全ての設置種別において、まあ、通共通する、まあ、ものになるんですけれども、大学にはですね、共通しておかなければいけない職種があります。それは学長、教授、准教授、上京、助手、事務職員の6つですかね。これはどの大学でも必ず置かなければいけないというものになります。さらに組織としては教授会を置かなければいけないということも決まっています。 で、えっ、ー、と、あと、まあ、設置形態別のですね、えー、法令であれば、国立大学法人法であれば、あ役員、えー、ですね、えー、として、まえー、幹事2人も置かなければいけないと。それからあ、理事の置かなければいけないということも決まっています。 それから、私立学校法でも理事や幹事を、まあ、この決められた人数以上を置かなければいけないということが、まあ、決まっているということですね。ですので、まあ、皆さんが所属している大学にも、国立大学な内私立大学であれば、必ずこの決められた役職であ,りあったりとか、まあ、決められた人数以上の役員が配置をされているはずです。で、まあ、こういったまあ役員、 であるとか、まあその学長というのがですね、えー、具体的に、まあその大学の意思決定に、まあどのような、まあ関わりというか、まあ最終的な意思決定をする、まあ学長であるとかですね、えー、そこに至るまでのプロセスっていうのは一体どういうものがあるのかということを、まあ今回、この大学の組織構造というテーマで説明をしていくわけなんですけれども、そこでですね、まあちょっと皆さんに覚えておいていただきたい言葉として、ガバナンスという言葉があります。 まあその意思決定の構造のことを指す言葉であると。で、まあ、いろんな意味がガバナンスにはあるんですけれども、その権限と責任の体系というふうに解釈をされることもあれば、あ組織的な仕組みとかですね。 ま、その構成員とか内部組織の役割と責任の配分についてのその方針や意識っていうのプロセスのことを指すとか、まあ、そういったあの言葉でいろいろ説明をされていますが、まあ、これをまあひっくるめて言うと、まあ組織構造、大学の組織構造のことをまあガバナンスというふうにまあ言うと言ってもいいかと思います。で国立大学ではですね、えー、まあこのどの大学でも大体ガバナンスの形態が決まっています。 まずま、学長を筆頭にということで、真ん中に学長と理事、これをまあ含む役員会というものが組織をされていますが、学長を選ぶのはですね、学長選考会議という、その学内外の有識者とかがですね、その選考に当たるということが決められています。学長が自分でなりたいと言ってなれるというわけではないと。きちんと学長選考会議を経て決まっているということですね。 で、えっ、ー、と、まあ、その学長選考会議に、えー、まあ、構成員になる、その学内外の有識者っていうのは、まあ、経営協議会なし、教育研究協議会のメンバーから、まあ、選出をされています。えー、で、えっ、ー、と、経営協議会というのはですね、経営面の意思決定をする機関として、で、教育研究協議会というのは、ま、いわゆる教学の部分ですね、えー、教育の部分である、に関することとか、 あと研究に関することで、最高の意思決定を行うような機関として位置づけられていると。それからですね、あと教授会も置かなければいけないということが学校教育法で決まっていたので、学長のとに各学部等のですね教授会が置かれているとで。そこのサポートなり、大学運営そのもののサポートをしていく組織として、事務局が置かれていると。 いうような組織構造になっているということですね。ちなみに公立大学では法人化されているところに関しては、この国立大学と似たような組織ガバナンスになっているということですね。で、えっと、法人化されていないところは、首長との関係がですね、もう少しまあ強まっているような、そういったガバナンスになっているということですね。で、私立大学に関しては、 あこういった、まあ、経営協議会であるとか、教育研究評議会であるような、まあ、組織っていうのを、まあ、置かなければいけないという取り決めはなく、まあ、理事会で決められることがあったりとか、まあ、教学部分に関しては、その教学の部門で、ええー、まあ、ほぼほぼ完結するような意思決定がされているとか、まあ、少し、ええー、国立大学よりは柔軟なガバナンスになっているというか、まあ、大学によって、その色が異なるというような、まあ、そういう、あの、組織構造になっているということがあります。 で、まあ、学長というのは一体何をする人なのか、どういう人がなるのかということなんですけれども、これについても、まあ、あの法令で決められています。公務を司り、所属職員を唐突するという役割で、人格が高潔で学識が優れ、かつ大学運営に関し、指揮権を有すると認められるものということで、ちゃんとこの条件を満たしているかどうかということを学長選考会議で審査をされていくということになるわけですね。 えっと、学長の、ま、あその、ちゃんと、業績であるとか、実績というものを、まあ評価するような仕組みも、ま、ああります。で、えっと、どうして、ま、あこういった学長の選考に関してですね、その、おあ有識者含めて、これ選考会議というものを設けるかということなんですが、やっぱり、ま、あ権限を、ま、あ持っているというところもありますし、ま、あこのえ十年、え二千十年代以降でですね、え、学長の、その、リーダーシップを強化するような、あ、法令の改正がなされたと。 えー、いうこともありますで、えーと。学校教育法を改正されてですね、まあ、副学長の役割、まあ、以前は職務を助けるという役割だったんですが、まあ、助けるだけじゃなくて、まあ、助けるというのは対等な立場というふうに、まあ、受け取れなくもないという意図があるのか、まあ、その、えー、命を受けてということで、あの指示命令系統がまあはっきりするようになったような、まあ、条文になったとっいうことですね、えー。こういった改正がなされたと。 それから教授会もですね、これはあの、大学の中でですね、かなり従来権限を持っている、実質的な権限を持っている教授会が反対すれば、学長も意思決定をすることができないといったような、そういったあの文化がありましたけれども、その教授会の役割をですね、学長がその決定を行うにあたり意見を述べるというような形で、だいぶその教授会の権限を 権限のトーンを柔らかく、柔らかくしたような改正が行われたというところも、この2010年代の学校教育法の改正によって、なされたということですね。ですので、こういったリーダーシップなり権限を持っている学長というのは、しっかりと選出しなければいけないですし、その業績というのもきちんとしたプロセスで評価をしていかなければいけないと。 といいうことが決められているわけで,すではですね、学長に至るまでの,その意識というのはプロセスであるとか、どういう組織が作られているのかということなんですけれども、えっと、先ほどまあ国立大学の場合は、経営協議会とか教育研究協議会とか、まあ、そういった組織を置かなければいけないということを説明してきましたが、 それ以外にもですね、いろいろな組織があります。学部研究科、研究所、研究施設、機構センター、室といったようなものは多くの大学にあるんではないでしょうか。そして、そこの事務業務を担う職員として活躍をされている方もこの中には多いんではないかと思います。で、まあ、こういった学部研究科であるとか、研究所、機構であるとか、そういった組織にはですね、 ま、意思決定、その中の意思決定をするような会議体が設けられているかと思います。学部研究科であれば、まあ、教授会であるとか、まあ、研究科の委員会であるとか、ええー、まあ、委員会にはですね、教務委員会、学生委員会とか、まあ、あの、各学部の学科のメンバーが集まって、ええー、まあ、全学的な、あその、教務なら教務の話題、学生なら学生の議題に関して、ええ、意思決定をするような委員会もあるかと思います。 このあたりの運営をするのも、職員の役割の一つになってくるかと思います。それから、委員会のような形ではなくて、ワーキンググループとかプロジェクトとか、少しまあ非公式な形であるとか、次元付きの、その、まあ、人の集まり、組織ですね、であるとか、そういったものを組んで、急を要する、まあ、議題の対応、コロナ禍の対応なんかも、ワーキンググループとかプロジェクトとか組んでですね、 え、対応していたような大学もあったんではないかなと思います。で、えっと、従来はですね、えー、ま、教授会とか、その委員会の構成員というのは、教員が、あの、まあ、大部分を占めていたというか、え、教員のみで、え、メンバーが構成されていることも少なくありませんでした。しかしですね、え、最近では、部長や課長クラスの職員が、その委員会の、ま、一メンバー、一メンバーというのは、まあ、あの、投票権というかですね、 賛成反,反対をする、その1票を持つ人、正式な構成員として含まれることも増えてきました。それまでも、ですね売席者としてあの会議に参加することは多くて、あの詳しい説明は、その売席者の職員からしてくださいということで、特定の議題に関してだけ、その説明をしたりとか、質問に答えたりとか。 そういう役割というのは従来もありましたし、これは今でもあります。売席者として会議に参加するということですね。で、まあ職員としてですね、能力を高めていくにあたっては、結構この会議の売席というのは、あの、いい機会になります。まあそのどういうふうに、その会議体で意思決定が行われているのかとか、わかりやすい説明を構成にするにはどう、どういう工夫をすればいいのかとか。 まあそういったことを考える機会になりますので、まあ、この賠席者として会議に参加する機会というのは、まあ、後輩職員とか、あの、部下の職員に、まあ、あの、その機会を、ま、ちょっと作ってあげるというのもいいのではないかなと思います。あと、ま、学部長補佐として、あの、職員が任命されるということで、まあ、かなりその共学の組織の中にですね、 その養殖重要なメンバーとして職員が含まれる場合という、そういうことを制度として取り入れている大学もあります。で、えっと、教育研究組織とは別の組織系統で事務組織もあります。えっと、皆さんの大学でですね、ホームページに組織図が載っていると思うんですけれども、その組織図というのは、教育研究組織と事務組織、まあ、分けて作られているところも結構多いかと思います。 大学というのは、まあ、あそこは特、組織の特徴になるんですけれども、まあ、同じ組織、一つの、まあ、組織でありながらですね、二つの、まあ、教育研究と事務のですね、二つの、その、意思形の、まあ、系統があるというところも特徴になります。で、職員の場合は、基本的にはこの事務組織の中で、まあ、所属をしているということが、まあ、言えるかと思います。 総務、人事、労務、財務、経営企画とか、いろいろ並べていますけれども、えー、これはまあどこの大学にもお、まあ、あるような部署を並べています。ただし、まあ、あの大学によってはですね、えー、ここに書いてあるもののいくつかをまあ一つ、ひとまとめ、全部総務がやってますとかですね、えー、学生支援や保険管理、国際連携も、あの、教務、学務がやってますとか、えー、そういった組織というのはありますので、 こういった業務を担う組織というのがどのように分割されているのかは大学によって異なります。で構成員も事務組織でありながら、あの教員が含まれるような大学もあります。特に教務系の部長クラスの役職者として、教員が当てられるというような場合もあります。 ただこれは全ての大学ではなくて、教務系の部長クラスであっても、職員が担当するような大学ももちろん多くあります。はい、えー、今回はですね、大学の組織構造について、まあ、学長をはじめとして、まあ、様々なその意識のプロセスで、そこにどういう組織が置かれているのかについて概要を見てきました。 大学組織の基本構造というのはですね、法令により何か置かなければいけない職であるとか、人というのが決められている部分もあります。それから、学長は必ず置かなければいけないんですが、近年ですね、この10年、2010年代以降で、そのリーダーシップが強化されるような学校教育法の改正がなされたと。 えー、それに伴って、副学長の位置づけが変わったりとか、教授会の役割が変わったりとか、まあ、そういうことがなされてきました。で、えっと、後半部分では、教育研究組織やあ事務組織のその日本構造になっているというようなお話を、まあ、してきたということで、えー、今回の内容は以上とさせていただきたいと思います。ここまで聞いていただきまして、お疲れ様でした。